長さ6のヘイログラフヘイログラフはグラフ理論において一つのヘ路からなるグラフを言う。言い換えれば、いくつかの辺が相互に連なって一つの輪を形成しているグラフである。N 個の辺によるヘイログラフを CN と表記する。CN においては、辺と頂点の数は等しく、各頂点の次数は常に2である。つまり、各頂点は常に2つの辺と接合している。 ヘイログラフにはいくつか類義語がある。単純、ヘイログラフや感情グラフといった用語があるが、後者は単に非感情でないグラフ全般を指すこともあるため、あまり使われない。多角形、N 角形という呼び方をする場合もある。頂点が摩数個のヘイロを摩ヘイロ、頂点が奇数個のヘイロを奇ヘイロと呼ぶ。ヘイログラフには以下の性質がある。さらに長さ8の有効ヘイロ。 グラフ有効平路グラフは辺に向きのある平路グラフであり、すべての辺は同じ向きになっている。有効グラフにおいて、それぞれの有効平路から少なくとも一つの辺を含んでいる枝集合を基幹枝集合と呼ぶ。同様に、それぞれの有効平路から少なくとも一つの頂点を含んでいる頂点集合を基幹頂点集合と呼ぶ。有効平路グラフの 拡張点は常にいる時数が1で、で時数が1である。有効平路グラフは、巡回群における、KD グラフである。平路のない有効グラフは、有効非巡回グラフという。ありがとうございます。